ゴミ対策課のアルガさんにお話を伺います。よろしくお願いします。ゴミ対策課からは今回どんなお知らせがありますか？今日はゴミ減量キャンペーンについてと瓶の収集品目の変更、夏場のペットボトルと燃やせないゴミの収集頻度の3点についてお話しします。まずゴミ減量キャンペーンについて教えてください。ゴミ減量キャンペーンとは市民の皆さんのゴミ減量への意識向上を図ることを目的に毎年実施するものです。令和元年度まではスーパーなどの市内大型店舗店頭にて水切りネットを配布していましたが、令和2年度以降新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として対面での配布を避け、市内の公共施設にて水切りネットを無料配布しています。このほか市民の皆さんから応募いただいたゴミ減量啓発ポスター調布エコ川柳の展示や投票を実施しています。今年度の開催期間は9月29日から10月31日で、9月29日から10月5日の1週間には田作り12階みんなの広場でゴミ減量啓発ポスター調布エコ川柳の作品展示投票を行いますので、ぜひご来場ください。水切りネットの配布を行うんですね。水切りネットを使うとどのような効果があるんですか？家庭から出る生ごみには多くの水分が含まれており、生ごみのうち約8割が水分です。生ごみを水に濡らさないことが重要ですが、水に濡れた生ごみといった水分の多いものは水切りネットを利用してぎゅっと一絞りすると燃やせるごみの減量と処理経費の軽減につながります。また配布する水切りネットは環境に優しいプラスチックを使用しており、燃やしても有害物質が発生しません。お庭に埋めていただくと自然界の微生物により最終的には水と二酸化炭素に分解され自然に還るものとなっています。水切りネット自体も伸縮性がありとても使いやすいものとなっていますので、ぜひご活用ください。ポスターや川柳の展示もあるんですね。詳しく教えてください。ゴミ減量啓発ポスターの募集では市内在住在学の小中学生を対象に、食品ロスを減らそう、プラスチックペットボトルゴミを減らそう、ゴミの収集者収集員さん、ゴミ減量リサイクルの4つのテーマの中から1つテーマを選んで、自分がゴミ減量やリサイクルのために普段から心がけていることやこれからしようとしていることを自由に書いていただきます。調布エコ川柳の募集では市内在住在学在勤の方を対象に、食品ロスやプラスチック類などの削減、ポイ捨て防止、マイバッグマイボトルの利用、その他エコ活動について取り組んでいることや、つい笑ってしまいそうな失敗談など、ゴミの減量やリサイクルに関する川柳を募集しています。どちらも文化会館田作り11階のみんなの広場で展示します。またポスターエコ川柳とも来場者による投票を行い、各部門の1位から3位までを優秀賞として表彰しますので、ぜひご来場ください。ご自身が考えたアイデアや作品を通してゴミ減量とリサイクルを皆さんに発信できるいい機会ですね。続いて瓶の収集品目の変更について教えてください。今年度から瓶として収集できる品目が増えました。これまでは化粧品の瓶や飲み薬の瓶などは燃やせないゴミとして分別し、青い指定収集袋を用いて排出いただいていましたが、今年度からはこれらも飲料用と同じく収集する瓶として無料で出すことができるようになりました。少し前までは化粧品の瓶などはリサイクルに適さない素材を用いて製造されていたものが、近年メーカーなどの努力により飲料用のガラス瓶と混合しリサイクルすることが可能になったことによる変更です。リサイクルの推進に向け積極的な分別排出をお願いします。瓶のリサイクルが進むわけですね。続いて夏場のペットボトルの収集について教えてください。
夏の時期におけるペットボトルと燃やせないゴミの収集頻度の変更についてお話しします。これらの品目については通常隔週で収集し、昨年度までは7から8月において燃やせないゴミの収集頻度は変えずにペットボトルの収集を増やしていました。しかしながら今年度は収集員の不足と猛暑期における熱中症対策などの安全対策の強化による安定した収集体制の維持を図るため、7月から9月の3ヶ月間において毎週同一曜日にてペットボトル3回に対し燃やせないゴミ1回の割合で収集しています。猛暑期における安定した収集体制の維持継続に向けご理解ご協力をお願いします。ゴミ対策課のアルガさんからゴミ減量などについてお知らせいただきました。